こんにちは。今回は2023年度奈良中学校入試問題算数1日目の10番の問題を解説していきます。まずは問題の内容を確認しておきますね。四角形 ABCD、BEFG、CHIE、 これらは全て正方形になっています。また F は AB 上の点、 I は AD 上の点になっています。今正方形 CHIE の面積が65平方センチメートル、そして四角形 AFEI、 これですね、この面積と三角形 BCE、 これの面積ですね、これの合計が56平方センチです。この時正方形 BEFG、 これですね、この面積を求めてください。こういう問題になっています。では問題を解く人は一旦ここで動画を止めて考えてみてください。では解説をしていきます。なかなか面白い問題になっています。制限時間であるテスト中でなければ結構楽しめる問題になっていると思いますけれども、結構難しいんですけれども、こういう問題でもきっちりと定石に沿って解いていけば簡単にできると思います。どんな定石かっていうと、この正方形ですね、斜めの正方形、まあこれも斜めの正方形なんですけれども、斜めの正方形があれば直角三角形を4つくっつけて大きな正方形にしてください。こういうような定石があります。どういうことかっていうと、例えばこういうふうに斜めの正方形があった場合、この辺、この辺、この辺、全部同じ長さですね。この周りに直角三角形ですね。これをくっつけます。こういうふうに4つの直角三角形をくっつけると、まあ、角度の関係考えてもらったら、ここが90度ですね。こことここを足して90度なんですけれども、これとこれも足して90度。こういうふうに、×丸、×丸っていうふうに角度書き込んでいけば、この4つの直角三角形って全部合同ですよね。結果、4つの直角三角形をくっつけた、この形。これ正方形になってるんです。大きい正方形になって、縦、横っていうのは地面に対して平行垂直になってるから、この形って結構考えやすいんですよね。この図でも周りに直角三角形ですね、これと同じようにくっつけて、まず正方形を作って考えてみますね。はい、こういうふうに4つの直角三角形をくっつけました。全部同じ大きさの直角三角形です。結果ここに大きな正方形ができたんですけども、この正方形って正方形 ABCD ともともと縦の長さは一緒なんだから、合同な正方形になっているってことが分かりますよね。でまずは65、56、この面積を置いておいて、ここにできた図形っていうのを考えていきます。これについてもここに直角三角形を付け加えた形になってるんですけども、ここの角度ですね、正方形を対角線で割ってるから、ここ45度です。ということは、こっち側も45度になってて、ここにできてる直角三角形って直角二等辺三角形なんですよね。だから、ここの辺の長さと、ここの辺の長さですね。これ同じになってます。同じっていう意味で言えば、この三角形とこの三角形が同じなんだから、ここの長さも同じになってますよね。さらにこれ上に持っていったら、ここの長さも一緒だから、こういうふうに線を引いて分けてあげると、この三角形とこの三角形って合同ですよね。さらにこれも合同です。じゃあ、ここで56平方センチって考えるんですけど、この56平方センチっていうのは、この三角形とこの三角形とこの三角形の和になってますよね。あと、これとこれがあるんですけど、この三角形、こっち側に持っていきます。こっち側に持っていったら、この部分がここに来て、こんな三角形になりますね。この三角形、これと比べてもらったら、長方形を割った形になってるんだから、ここもこれと一緒。つまり56平方センチメートルっていうのは、この星4つ分ですね。星1つ分の面積っていくらかっていうと、56÷4 で、14平方センチメートルになっています。さあ、星の面積が14って分かりました。これ14です。もちろん周りにくっつけた直角三角形全部14ですね。ということは、じゃあ65と考えて、ここの面積が65平方センチなんだから、この正方形の面積っていうのは14、56÷4 が14だったんだから、14、4つと65の和、56と65で121平方センチになっています。
もちろん121っていうのは 11×11 だから、この正方形で一辺11センチの正方形になってるんですね。つまり、ここからここまでの長さ。これが11センチになってるんです。じゃあ、求めたいのって、この正方形の面積だったんですよね。もちろん、一辺の長さが出てくれたら一番簡単なんですけれども、対角線かける対角線割る2でも求まるんだから、対角線求まってくれると、それでも面積出すことができますね。つまり、これが分かれば、これ2つ分が対角線だから、目標これ出すことになります。今、11センチって一辺の長さだったんですけど、こことここの和ですよね。つまり、こことここの和でもいいわけです。足して11で、面積が14平方センチになる直角三角形。これを考えてあげればいいです。こっから当てはめてやってもいいんですけど、うまいことこの正方形使って、もうちょっと楽にできますよね。どういう風にするかっていうと、この正方形を、さらにこの直角三角形で見たことあるかもしれないですけど、さらに折り込んだ、まあ折り込むというよりは逆向きにしてくっつけるんですけども、中もこういう風に区切ってあげます。今区切った形っていうのは、こことここが一緒、こことここが一緒、こういう風に同じ形を作ったんですよね。真ん中にできる形っていうのは、こことここの長さの差、全部一緒です。正方形になってますね。65平方センチメートルから、14をさらに4つ引いた形。ここが9平方センチっていうことは、当然正方形なんだから、一辺の長さですね。ここにでしょうか。3センチメートルになってます。この図で言うと、ここの長さとここの長さ、つまり、こことここの長さの差が3センチなんですよね。これとこれに関しては、足して11センチ。そして、差が3センチになっている形です。じゃあ、和が11、差が3の数字、いくらかっていうと、4と7。ここが4センチって分かったから、この正方形の対角線8センチですね。っていうことは正方形の面積は 8×8÷2。これで32平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。